ああ、もう今今日こちらに行くか。ああ、これ普通だったよね。めっちゃ弱いね。作戦の感じがするな。
そう、なんで高島翔が2軍で出るんだよ。厄介だなぁ、こいつ勝負したくねえわ。なんとかちゃった。怖いな、高橋翔の2軍なんか来たら。チーム選手は大体あの人。なんか1軍でいけそうな選手はいたく、確かに自分の巨人って結構強いらしいからね。本当に一軍の選手ね。なんで2が動くのね。答えた、マジか。下手だな。
味方が点取ってくれる。昨日初っ端はどうしようか。やってんねん。すぐかよ。ホームスチール決められてるじゃん。やれやれ。
あ、ダメやこれ。落ちや。もう今日は。だこりゃ。いやもうスタミナがねえから抑えねえよこれ。こんな状態で乗り出すなよ。
ッチャーないっすね。ナイスキャッチャー。最悪そこは決勝だから。
ジか、高校の会社に教材か。おお、すげえ。技ばっかりしか出来上がるのは、汚いこいつは。スキーせが弱すぎるな。弱すぎるのかは。
やるか。どうしたか。